要はその相手の硬いブロッキを作ったときからそういうことをやってみたいで、その密度に腕をどんどん切るとか切ることをやれてる人は多いんだけど、その相手をコントロールしてるのはまあちょっとやっぱりちょっと少ないね。で、そのコントロールって何なんだろうね。とにかくまず逃げられたら話にならないんですよ。だからその力をかけなきゃいけないんだけど、悪いけどあんまかかってないんです。何かかかってるんですよ。逃げられないよ。逃げられない。だから取るとかそんなことを考えるよりに、取るとかそんなことを考えて逃げていいね。逃げていいよ。いや無理です。ただ逃げられないよ。はい。だからその方が先な、その辺の方が大事なんですよ。それの方がよっぽど大事ということをぜひ知ってほしい。なんか困るよね。でも俺はミクロの切る力は全くかけてないからね。かけるよ。かけるよ、ほらじゃないけど。それで、うん。だから、じゃ相手がこういうふうに硬いクラッチをしてきたときに、俺というか、かける人間は何を考えるか、そういうことを言いたい。で、とにかくこの肘をめっちゃ引っ張る。めちゃくちゃ引っ張る。で、その、壁がなきゃずいずい来ちゃうけど、ここに壁があるから、結局、俺の右ケツと左ケツに、牛されて、で、しかも俺、レグカールしてるから余計苦しいよね。もう動けないね。困っちゃうよ。で、俺は倒れてるだけだからそんな疲れてないんだね。疲れるのはこの指だけ、この指だけが疲れるだけで、あと体幹、ここをギュッと固めて、こういう風にそのとにかくコントロールなんですよ。いや、どうですか。はいよ。奥で着替えれるよ。うん。行くぞ。困っちゃうよね。はい。うん。で、この力をかけたいんだ。ただ、かけれるよ。かけたい。だけかけれるから大丈夫。こいで、今、じゃあ、ちょっと体操座りして。ここで、これを引っ張りな。わかんない、ちょっといい。行くぞ。でも、耐えれないでしょ。やっぱりこれはそういう倒れる技術があるんだね。腰痛めない、動けてもいい。行くぞ、行くぞ。耐えてるわけないんです。横にしてもいい。これちょっと横になって行くよ。分かんない、これとかはやっぱ無理だ。で、じゃあこれが悪い例なのか。行くぞ。あれ行くぞ、これがいい例。もうまるっきりフォームが違います。これが悪いです。これがいいでしょう。その、ここが丸い方が転がりそうでいいよね。全然転がるっていうのは戻せるよ。ダメです。ね、もう座骨です。座骨が分かる。この右の方に2つある。座骨が床にめり込むような座り方をして、足で床を蹴って、もう倒れないようにすることの方が大変ね。こんななんぼでもコントロールできるやん。こんな力弱いに決まってんじゃん。まあ、こうやってても一緒さ。なんでそんな優しく倒れるの。まあ、こう倒れる。こう倒れる。だから、まあ、多分背中ガッチン反って、うわ、いけ。もうそうだ。だから、その座骨が浮けばもう全体重が、それにかかるでしょ。
なんかぶら下がるんですよ、いつも。で、耐えれるんでしょ、絶対耐えれない。そういうふうな力をかけるから、声が出るわけで、ちょっと下に組んでやってる。